リボンチャンネル、リボンガールのさつきです。リボンガールのしずくです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもたくさん待ってます。はい、ということでですね、今回はリボンマスコットコミックスの新刊2冊をご紹介します。じゃーん、ハニーレモンソーダ10巻と、はい、アクロトリップの2巻です。いやどっちもね楽しみ、ね、じゃあまずハニーレモンから、はい、ハニーレモンソーダ読んでみます。うん、今回もう10巻だって。10巻、ね、すごいね。林間学校の話なんだよね。うんうんうん、キュンキュンしちゃうよね、本当に。かわゆうかちゃん、かいくんの色気もたっぷりな感だよね、このお話は。二人とも今同時にキュンとギャルした。かいくんがかっこいい。言われたね、やばい。ちょっと、かっこよく読む。俺に。笑っちゃった、笑っちゃった。もう一回行きましょう。よーい、スタート。俺に、守らせろ。笑っちゃった。あ、じゃあ、お手本どうぞ。俺に、守らせろ。はず、何これ、やらした私が悪かった。いや、でもかっこいいね、これ。私たちが言って全然かっこよくないけど。俺に守らせろだって。いやー、イケメン。話したくないんだわとか言ってる。林間学校だもんね。バスとか乗るもんね、林間学校だと。声がいっぱいする、いいよね。林間学校とかって思い出たくさんできるよね、うん、これダサこれちょっとね、うかちゃんの部屋着が ね、お父さんの借りてきてね。いや、部屋着とか可愛い方がいいもんね、こういう。この子たちみんな可愛い。本当だ、他の子みんなめっちゃ可愛いのに、うかちゃんだけすごいダサいやつ。ね、もうね、でもなんか体調悪くなっちゃったりとかして、うん、いやまたかいくんが来ましたよ。ドキドキな場面ですね。いややっぱみんなから部屋着いじられてる、うんうんうん、かわいい。いやでもまた素敵なセリフをかいくんが言ってたり、あ、うわ、やば、 T シャツ貸してくれたよ、しかも T シャツ脱いで貸してくれたよ。あ、かっこいいな。ちょっと今回キスシーンとかも多めなんですよ ね、 ね、これまたキュンキュンしちゃいますよ。キュンキュンしちゃう、最高だね、ね。ということで10巻、皆さんもぜひ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 、うん、ぜひぜひチェックしてください。チェックしてください。リボンチャンネル、はい、ということで続いてはアクロトリップの2巻です。はい、こちらはですね、街を悪の組織から守る魔法少女ベリーブロッサムを愛するあまり、彼女を引き立てられない総帥クロマの参謀として悪の仲間入りを果たした伊達千鶴子。好きすぎて悪の方に回っちゃうっていう、ちょっと不思議なストーリーなんですけど、不思議ですね。とにかく面白いんで、ちょっと読もう読もう。いやでも本当にこのベリーブロッサムがかわいい。かわいい。魔法少女とか大好きなんで、いやこういうのすごい好きですよ。そしてヒーローなのに警察に補導されてしまうっていう。ね。ヒーローはね、普通の話だったら補導とかされないのに ね、されないのに。ヒーローはヒーローなんだけど、この話の場合は普通に取り調べを受けちゃうっていう。そうそうそう、このシーンとかだと。でもこれ力が出てる。はい、ということですね、このアクロトリップがすごい熱狂的なファンが多い作品で、そうなんですよ、ファンレターみたいなのもたくさん届いてるみたいで、届いてますよ。ちょっとそれを読んでみましょうか。ありますよ、ちゃんと。いや、すごいいろいろありますよ。しかもみんな絵も描いてくれていて、ね、すごい上手だし可愛いし、うん、好きなのでもっと長くしてほしいです。確かに、ね、好きな作品はもっともっと長く読みたいって思っちゃうから、ね、読みたいよね。いやーこれ愛されてる証拠ですよね、うん、このトリップ大大大好きです、これからも応援してます。コミックス買います、頑張ってくださいだって、はい、じゃあぜひ2巻見てますので、うん、みんなゲットしてください。ゲットしてみてください。はい、ということでハニーレモンソーダの10巻と、うん、アクロトリップの2巻は絶賛発売中です。発売中です。はい、ぜひ本屋さんに行ってゲットしてください ね、 ね。それじゃあまたね、バイバーイ。バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとうポシュ。チャンネル登録よろしくポシュ。グッドボタンやコメントも待ってるポシュ。リボンチャンネルは毎日更新中、これは毎日見るしかないポシュ。次の動画も見てねー。